はいどうも、一回死んだ男の言いたい放題チャンネルということで、今日もどうぞよろしくお願いいたします。まあ、前回はですね、ちょっと私の大先輩で参政党の党員さんで、まあ一回ちょっと病気でもう死の淵をさまよってこう復活された人が、今まで仕事ばっかりしてたのが、いやこれではいけないっていうことで、その美化活動とかもすごい活発にされて、でその後にこうね、いろいろと10年以上活動されて参政党にも入られたっていう方のお話をさせていただいたんですけど、今日もねちょっと支部の方で、まあ、参政党の大阪の方ですね、ちょっとお話しさせていただけたらなと思うんですけど、ちょっとその方もすごく感動して、ちょっとその話を聞いたらびっくりして、そんなことはあんのっていうことですね。そんな人がいてるんやって思って、もうちょっとものすごい感動したんですけど、その方はですね、ご夫婦で参政党されてる方でね、まあ、ちょこちょこお会いするっていう方だったんですけど、ね、ちょっといろいろ親しくなってお話聞いてみたらですね、まあ、奥さんがちょっと長いこと家の外にこう出れないっていう、まあ、ちょっと引きこもりみたいな感じになってですね、なかなか外に出れなかったんですよ。でもまあご主人が献身的にいろいろ回すと、ね、用事を外に出て行って、まあ、ご主人が多分やってはったと思うんですけど、買い物行ったりとか、ちょっと詳しくその辺は分かんないんですけど、っていう方がいらっしゃってですね、で、ある時ですね、去年ですよ。で、参政党を、まあ、YouTube で初めてご夫婦で知ったんですね。ね、どんどんもうね、いろいろライト演説とか見たりとか情報をこう知っていくうちに、その奥さんが言うわけですよ。私も一回その街頭演説を見てみたいって、生でこう聞いてみたいって言うんですよ。今までね、こうまあ引きこもりやったんですけど、私も行ってみたいって言い出して、って一回行ってみるって言って、勇気を振り絞ってね、ずっと引きこもりやった奥さんと二人でこう街頭演説行ったんです。ほんだらこのね、こう橙色の T シャツを着た支部のメンバーがこういろいろやってる中で、私も参加したいって奥さんがですね、こう言い出して、それでまたご主人をびっくりして、ほんだら一回やってみようっていうことですね。それから二人でですね、その支部活動っていうところでこうやり出すというところなんですよね。もう全然知らなくて、って初めてその話を聞いて、そんな経緯だったんですかっていうことでですね、ものすごいびっくりして感動しました。そこ、なんか今まで自分がその、ね、その、まあ、引きこもりやった人が外に出て行って一緒に活動したいって言わせるぐらい、この力のあるのがこう参政党なんかなって、僕ちょっと本当にですね、思いましたね。まあいろんな人がいろんな経緯で参政党に入ってきて活動されている方たくさんいらっしゃるんで、もうぜひそういう方のですね、ちょっともう話も、していったりとか、インタビューとかも取っていきたいなとかも思ってますんでですね、またですね、ちょっとそういう話お聞かせね、楽しみにしていただけたらなと、思います。本当にいろんな人の人生がですね、どんどん変わっていくっていう、ね、その参政党に参加してっていう方がですね、たくさんいらっしゃいますんで、紹介していきたいなと
ぜひ知っていただきたいなと思います。はい、今日はですね、参政党に入って人生変わったっていうご夫婦の話をさせていただきました。また今後とも、やっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではさよなら、ありがとうございました。